外はサクッ、中はしっとり、揚げ出し豆腐、完成です。こんにちは、たけさんです。ここのところ、全国的にだいぶ寒さが続いています。東京も今日あたりはだいぶ寒いです。最高でも7、8度。最低気温で1、2度ぐらいじゃないかなと思います。だいぶ寒いです。ですので、本日はほっこりあったかいお料理、おつまみレシピをご紹介。外はカリッと、中はしっとりとしたお豆腐が、お出汁と相まってとっても美味しい、揚げ出し豆腐を作っていきます。家で揚げ物をやるのはなんか大変そう、油をたくさん使うのも嫌だな、なんて方もいるかと思いますが、今日は少ない油で、簡単にできるやり方で作っていきたいと思います。具体的には小さなフライパン。うちのお店なんかでは、パスタのソースを和えるのに使う、こちら、ソースパン、小さいフライパンのようなもので揚げていきます。油の量も、豆腐がちょっと浸るか浸らないか、そんな程度の油で揚げることができます。そして、お出汁の方も簡単に、麺つゆを使って作っていきます。揚げ出し豆腐ですので、お豆腐が主役、メインになりますが、何か余ってるお野菜あったら、一緒に素揚げしてあげてもいいと思います。ししとう、ピーマン、ナスなど、お豆腐と一緒にさっと素揚げにして添えてあげると、美味しいし、彩りも良くなります。フライパンと麺つゆで、簡単揚げ出し豆腐、それでは作っていきます。それでは揚げ出し豆腐、材料説明です。お豆腐、1人前につき2分の1丁。こちら今日 300g のお豆腐、半分、2分の1丁使います。お出汁の方、本日は麺つゆを使います。こちら、お水でもう適当な濃さに割ってあります。100cc から 150cc くらいという感じでしょうか。メーカーによって2倍希釈、3倍希釈などとありますが、ちょっと舐めてみて、温かいお蕎麦のおつゆより、ちょっと濃いぐらいの割合に割ってください。そして大根、おろして使います。小ネギ、万能ネギ少々。この辺まではどうしても欲しいかなという感じです。あとはお好みで、おろし生姜、もみじおろし、切り海苔など、お好きなものを飾ったりトッピングしてあげていいと思います。そして今日は彩りに、ちょっとお野菜をあげて添えていこうと思います。冷蔵庫に、ピーマン、ナスとありましたので、ちょっと添えていきます。以上です。まずはお豆腐。今日は2分の1丁使います。2分の1丁のお豆腐をさらに4分割に切っていきます。そしてまず最初のポイント、お豆腐の水気を切る。キッチンペーパーを用意していただいて、そこにお豆腐を並べて、ちょっとくるむように挟むようにして、水気を切っていきます。まず最初にこちらをしていただいて、水気をちょっと吸っている間に、薬味やお野菜などを切っていきます。ちょっと避けておきます。そして今日彩りに添えていくお野菜、ピーマン。あくまでお豆腐が主役ですので、そんなにたくさんはいらないです。4分の1くらいに割って、このくらい使いましょう。種とヘタを取っておきます。こんなもん。そしてナス。ナスもこちら、縦に半分に割っていただいて、おおよそピーマンと揃えるような感じで、さらに半分に割って使ってみます。こちらのナスもヘタの部分を切ってしまって、ナスとピーマン、お豆腐と一緒に揚げて添えていきます。そして大根おろし、普通におろして、おろした後はよく水気を絞って使っていきます。こちら、後で水気をよくキュッと絞って使っていきます。そして豆腐につけていく粉、こちら片栗粉です。水気を切ったお豆腐、こちらの表面に片栗粉をまぶしていきます。両面に粉をよくつけていただいて、粉をよくつけてよく払う。よくつけてよく払う。こちらもポイント。お皿に取っておきます。粉をよくつけてよく払う。表面にしっかりと粉をすることで、カリッとしてふんわりとした美味しい揚げ出し豆腐になります。それでは揚げていきます。それではガス台の方にやってきました。揚げ油の温度は、160度から170度ぐらい。今ちょっと170度ぐらいありますが、こんなところで揚げていきます。
お豆腐を投入。お豆腐の半分ぐらい油が入ってれば大丈夫です。揚がっていきます。片面2分ずつ揚げていきます。この際別コンロで麺つゆを温めておくといいと思います。なんならこちら電子レンジで温めるような感じでもいいと思います。およそ2分経ちましたのでお豆腐を返していきます。ちょっとね、触るとカリッとしてる感じがわかります。さらに2分揚げていきます。1分ぐらい経ったところでピーマンとナス、こちらを素揚げしていきます。触るともう周りがカッチリしています。お豆腐を揚げていきます。油もしっかり切ってあげてください。このカリッとした衣におつゆが染めて美味しいんですよね。盛り付けてきます。下に3つ置いて、ちょっと上にお豆腐1個置いてみましょうか。そして一緒に揚げたナス、ピーマンと飾っていきます。水気を切った大根おろしで、赤いのはもみじおろしを飾っています。麺つゆを張って、ネギを散らせてあげて、揚げ出し豆腐完成です。揚げ出し豆腐完成です。いかがでしたでしょうか。揚げ出し豆腐、フライパンや小さめのお鍋で簡単に作れます。お豆腐の周りのカリッとした衣にお出汁がじゅわっと染みてとても美味しいです。ぜひ作ってみてください。このチャンネルでは簡単おいしいお料理、おつまみレシピ、本格焼酎、日本酒、日本ワインなどについてお話ししています。皆様よろしかったらチャンネル登録およびコメント、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それでは本日もおいしいで元気に、皆様良い一日を。